昨日あったけど <laughs> 昨日無理ねそう家で配信するのはあんまり久々なかなかできてなくて負けないでーマッさんみんなパワーくださいじゃあ <laughs> お願いします夏は嫌い,ですかとくちゃんいや嫌いではないですね まあ一番好きなのはやっぱり春なんですけど <laughs> 春がいっちゃん好きやねんけどまあ春かだけに <laughs> ちょっとちょっと恥ずかしいですけど <laughs> そうでもほんまに春が一番好きやけどでも夏も別に何やろうな好きなとこあるし冬も好きなとこあるしなんかそんな感じかなやっぱ一番は春です。 最近寝落ちで配信見れなかったからめっちゃ久々「うそ今日は大丈夫やった?」「わ今日は大丈夫やった?」「分かる」でもはるかも最近ほんまなんか寝落ちしてること多いこの間確かブログに書いたけどあのホテルの時に次の日が全然朝早くない仕事やったからよかったんですけど目覚ましかけずにそのままいつの間にか寝ちゃっててなんか動画 YouTube 見とったらいつの間にか寝とって朝めっちゃ焦った <laughs> やばかったですそうこんばんはありがとうございますはるちゃん元気ひでさん元気やでめっちゃ元気よでこだしもいいけど前髪ありも可愛いバタヤンさんほんま嬉しい 前髪でもちょっと切らなあかんかなとか思ってるけどなんかこうやって見るとそうでもない普通やなとか思って難しい前髪の長さほんまむずいなんか長いなと思って切ったら短くなりすぎるしどうしたらいいの <laughs> はるちゃんつぐみちゃんこんばんはありがとうございます起きた時めっちゃ焦るやつあやねちゃんそうもうやばかっためっちゃ焦ったとりあえず携帯のあの時間と テレビつけてて時間見て <laughs> なんかデジタル時計みたいなホテルに置いてあるあれも見てめっちゃ時計見た <laughs> めちゃくちゃに焦ったよこんばんは H2O2 さん初見さんありがとうございます何で来てくれたんですか嬉しい元気そうで何よりだなあちゃさんありがとうみんな心配してくれて。 みんな元気ですか早くハルちゃんに会いたいまゆかちゃんそれな大丈夫元気なったなったかな焦ってるハルちゃんを眺めてたいなんでよーしむ <laughs> 手伝ってよ <laughs> 準備手伝って眺めずにほんまにもう朝は時間との戦いやからほんまに 今日とかもめっちゃバタバタタして出たもう最近なんかいっつもバタバタしてる朝嫌だ後ろの飾り付け変わりました変わってないのよごめんねちょっともう最近ほんま忙しくてなんなら未だにちょっとあのそのホテル東京から帰ってきた荷物あの全部片付けきれてなくてそう時間ない 洗濯は洗濯全部その帰ってきた日に出したけどそれ以外のなんか持ち物とかまだキャリーバッグの中にどさっと入ってキャリーバッグもちょっとあのし閉じてはいるけど端に寄せたまま <laughs> 直せてなくてそう。<coughs> 最近はるちゃん不足で酸欠ですわらフレンドちゃんあらもうそれは早く一刻も早く会いに来てください <laughs> バタバタはるちゃん見てたいの味みんな見てたらあかんよ手伝って <laughs> 手伝ってよみんなちょっとうちも片付けせんとやわやぶちゃん一緒にしようそうねお片付け 後回しにしにちゃいますね時間ないとなかなかはるちゃん不足やったから配信嬉しいわゆりりんありがとうはるかも来てくれて嬉しいこんばんはとんちゃんさんこんばんはありがとうございます昨日はありがとう可愛かったよ手足長くて目を引くよねうかれうさぎさんあらありがとうございます 嬉しいはるかのことも見ててくださって東京結構長かったそうなんですよちょっと長めのあれでそうだからめっちゃ荷物多かっためっちゃ重くて大変でした <coughs> 次ののシングルのお話し会ぜひ剣取りますレム太郎さんおもう覚えましたよ <laughs> 待ってますよお約束待ってます待ってます最近はるちゃんにはまってますはるひささんおはるはるコンビってこと <laughs> つい放置してしまうのわかるななちゃんえー、そうなんかねもう。 まあちょっと時間ないしットで一回になっちゃうよな本当に8月中に劇場入りたいあきらサッカーラブさん待ってます待ってるよ <coughs> 待ってる待ってるショールーム久しぶりに来たアユミあゆみんあああゆみんありがとうそう久々にはるかもお家でできて 講演不足なりケビンさんあらもうみんな不足してるじゃないですかまあでもね最近あれよな N あの生誕とかねそういうのが卒業とかがね多かったり続いてたりするからなかなかね難しいよな、ね、よろしくお願いしますあっ 待ってますお話し会やった楽しみ早くお話し会の予定出ないかなそれなほんまに本当にそうですよこんばんはアンドゥさんこんばんはありがとうございますお話し会な待ち遠しいなほんまにおでん屋さんこんばんは おでん屋さん <laughs> でも片付け始めたら止まらなくなっちゃうえそう分かる片付けって難しい取りかかるまでにはめっちゃ時間かかるのに取りかかったらなんかすごい、まあ、そっからも時間かかるんか言うてあの違う意味でなんかこだわり出してめっちゃなんか長くなっちゃう。 <laughs> 最近公演のタイミングが合わへんケンティー嘘なんでだ寂しいこんばんはくまやん父ちゃんこんばんはありがとうございますお風呂入ってて遅れましたわらこうこうくんおら早っいいなこの時間のお風呂いいですねでもはるかもなんか あのお家じゃなくてお仕事でホテルに泊まる時はめっちゃ早い。はるかの中でのめっちゃ早いやからちょっとそんな速くないんかもしれへんけどはる,かのなはるかからしたらめっちゃ早いですよ。めっちゃ早い。 新しいセンター生タンティーまだ消えてないから早く会いたいよ修行ドライバーさんうん公演でもお話し会でも嬉しいですね待ってます話したいこといっぱいありすぎて結局何も話せなくなるそれなほんまにどっから会って話せてないやろうって感じいっぱいあるありすぎてなんか終わった後に思い出すの何なん,なんやろうね 終わってからさあこれも話したかったんやみたいなことありませんねっリアルお話し会ではるちゃんレーン並びたい並びに来てください並びに来てとていうか会いに来てください一緒に時間過ごそううん <laughs> 日付が変わる前くらいそうもうお家じゃない時はなんかお風呂にもう早い時は十時台に入るそうだからなんか日付変わる前にベッドに入れる時もが多いですなんか嬉しい <laughs> なんか嬉しい こんばんは平岩は富岡さん初見さんありがとうございますなんで来てくれたんですか嬉しい公園行きたいポン酢さん待ってるーみんな行くよーって時は教えてね教えてくださいねまあ見つけるんですけど <laughs> 聞いてなくても いいつもも時間が足りななちゃんそれでもねみんないっぱい会いに来てくれるのにそれでも時間がね足りないって思うっても相当好きってことよほんとにみんなとの時間やっと仕事終わった仕事終わりの癒やし者おしんちお疲れえらいは <laughs> るちゃんあずちこちゃん今日もありがとうこんばんは 東京でもお話し会またやってほしいなねありそうやけどなどうなんやろうね本当に話したりなく思うのはいつもだな風船すぎさんもう嬉しいいつもいつもいっぱい会いに来てくれてね逆にお家は何時なのお家でおのお風呂はもう何時ぐらいやろ早い時は日付 変わるちょっと前11時半とかにお風呂入るけど普通はもう日付超えてますねだからあのいつもあれですメンバーの、まあ、この間シンシンやったけど結菜、まあの時もそうだったんですけどメンバーの,あのお誕生日の時に絶対に12時ぴったりに あの連絡しようって思ってるのにいつもその時間ちょうどお風呂に入ってて <laughs> 出遅れるっていう <laughs> それがもう最近のはるかですねそうゆいなの時もしんちゃんの時もそれで出遅れた <laughs> 学んでない <laughs> お,風呂がお風呂上がりに呂上がりに。 パッてツイッター開いて「あそうや!」ってなるっていうのがちょっともう最近の「ですポンコツ」「ポンコツ」<laughs> ポンコツです名古屋での話しかいないかなねえ名,名古屋でもはるか一回なんかライブにはるかは出てなかったんやけど何のライブなのかなあれは。 チームかなまだ研究生の時になんかぶ物販っていうの合ってる <laughs> のなんかメンバーで行かせてもらってちっちゃいなんかミニ握手みたいなさせてもらいました懐かしい思い出 <laughs> そんなあるちゃんも可愛いとか好きとか言ってくれて。 優しい。<laughs> 優しい。そうなのよ。やっほー。おかなた。ヤッホー。久しぶり。そう、もう出遅れちゃうのよ。最近の悩み。ほ、うんまに。こんばんは。カズさん、こんばんは。ありがとうございます。はねうまさんも。ありがとうございます。こんばんは。あったわね。あな覚えてる ツアーライブするし、ねえ、したいです。ね、ツアー、本当に。C. D. 手織りとか懐かしい、ごっちんさ、ん、え、それは。なんかこの間、こないだその、なんやろ。光景を思い出して、自分が。善悪の時に。なんか。ロッキーの同期何人かで。あの、C. D. ね。 あの会場でゲットしてくださるファンの皆さんにあれを渡してたのかなとにかくなんかファンの皆さんがなんかはるかがいるところに並びに来てくださる方もいらっしゃったりとかあったなーっていうのをこの間何の時やったかなそれこそリアルお話会かな思い出した。 今のチームでツイトしやりたいめっちゃやりたいほんまにやりたいよ、ね、こんばんはゆりかさんニコラスセスさんたっちゃんさんこんばんはありがとうございます大阪 ATC だったかな味方町え多分めっちゃ懐かしいよな懐かしい かっくんさん、こんばんは。ありがとうございます。ねえ、本当、そんな時もあって。<laughs> そう。今はオレンジたくさんで嬉しい。それ、本当に。ほんまに嬉しいです。こんなにも、なんか。ね。たくさんの。ファンの皆さんに。 会いに来てもらえるようになるなんて夢のよう <laughs> こんばんはドカちゃんさんフグタンさんこんばんはありがとうございますキューズモールのミニライブみたいなのもうないのかなプレストさんね 確かに懐かしいあの時は雨の中でしたね雨の中皆さん並んで6期生に会いに来てくださってねチームツアー,やり,ーやりたいやりたいやりたいやりたすぎるオレンジ軍団だもんねそうよ <laughs> なんかいつの間にかねオレンジ軍団っていうネーミングを 先輩方につけてていいただいてて <laughs> なんかでも嬉しいですなんかなんやろうな、まあ、自分がそのなんやろうなんかまあ、ずっとオレンジ色が好きでオレンジ色をまあ自分のペンライトカラーにさせてもらっててなんかファンの皆さんとまあ自分をつなぐものの一つかなーっていうふうになんかはるか自身はすごいずっと昔から思ってたから。 なんかファンの方の間でまあ、他のファンの方他のメンバー推しのファンの方とかにも「ああオレンジってことは貞治やな」とか「はるちゃん」のファンの方やなとかなんかそう思ってもらえるぐらい浸透させたいなっていうふうには思ってたけどまさかこんなにメンバーに <laughs> しかも先輩方に。 こんななんか浸透するなんて思ってなかったから本当にびっくり嬉しいというか <laughs> もっともっとなんかもうオレンジといえば定野遥かっていうのをもっともう貫きたいと思うしねっみんなとの大事なつながりの一つなのでメンバー公認いやほんまに ね嬉しいさらにオレンジに染めたいわあもうそう言ってくれることがすごく嬉しいですはるかももっとオレンジで染められるようにはるかももっと頑張るそう私もオレンジ軍団の一員です中小原さん嬉しいありがとうみんな <laughs> オレンジ軍団と言われてどうもって答えます笑う<笑>もうあれなんやもうみんなはもうオレンジ軍団って受け入れてくれてるってことですね <laughs> 優しいわかりやすいちゃみさんほんまわかりやすい嬉しい明治座でも目立ってた <laughs> 確かにもうほんまにどこでもねやっぱ目立ちますねオレンジ 絶対見ちゃうもん <laughs> 本当にね嬉しいいありがたいでもやっぱそうさせてくれたのはなんかまあはるかがそのずっとねオレンジが好きですってなんかオレンジのもうでもほんまに加入当初はほんまにオレンジの服とかばっかり着てて <laughs>。 <laughs> なんかこうアピールしてたっていうのもあるけどでもそれをねみんながファンの皆さんがこうね T シャツとかなんかね持ち物でオレンジ色とか、まあ、ペンライトももちろんやけどしてくれてなかったらここまで絶対浸透してないからもうほんまにそれもみんなのおかげなんよね全てなんですよね本当にもうありがたいもうみんなのおかげさまです嬉しい 初期かからオレンジのものも身につけててててしいって言っ言てきてよかったね <laughs> 確かにずっとねなんかもう小物でもいいのでみたいな言わせてもらってましたね初期の頃あのお話会じゃないわその時は握手会のね来てくださる方に言ってた言ってた嬉しい。 食べるオレンジは好きくないけどそう <laughs> 食べるのは断然桃が好きなんですけど <laughs> 飲むのは好きですよオレンジジュースオレンジジュースは好き生誕ティー着ていくよ嬉しいなんかねもう最近は特に女の子も生誕ティー着てきてくれてるのすごい嬉しくて優しい。 感謝ですイメージカラーって大切いやねほんまにここまでなるとほんまに何回も言うけど思ってなかったからマジで嬉しい <laughs> 謎の結束力あったなら <laughs> それほんまにもうみんながねなんかんやろ優しいからオレンジじゃあつけていこうって <laughs> 着ていこうってしてくださるからです 次はるちゃんに会う時はオレンジコーデかなあ楽しみにしてるそう全然なんか聖、まあ、ィーももちろんやっぱ嬉しいけどやっぱね聖ィーじゃなくてもオレンジ色のものを身につけてくださるのはすごい嬉しいですでもたまに全然なんかあの春越しじゃない方で多分その方が普通にオレンジを選ばれただけなんですけどそういう時もなんかあもしかしたら。 自分の推しの方かなとか思っちゃうのはもう本当にもう申し訳ございません <laughs> いっぱいねなんかオレンジとか手振ったりして申し訳ないないって思う瞬間もあります <laughs> でもそれぐらいやっぱなんやろうねなんかもう、うん、オレンジ色はやっぱ目がいっちゃう <laughs> 見ちゃう。 <laughs> 同性のファンは心強いねいやーもうどっちも全然男女問わずやっぱ心強いです本当ににんかうーんファンの皆さんの存在は言葉で表せないぐらい大きい <laughs> ほんまに本当に思う。 これから、N、公演を推しカカカラーで目チカチカしそう <laughs> 確かにだってかりんさんもね赤色やしでうーかさんが緑色で今度しんちゃんもね水色なんですよちゃんとやばいよもうなんか虹色のね虹色の <laughs> 客席できるかも N <laughs> このままいったら <laughs> それはそれでおもろいけどね <laughs> オレンジに過剰反応してしまうのね佐藤さんそうそうなんよもうあかんですねそれはあかんです気をつけます <laughs> そう <laughs> ユニホーム的なサッカーっ <laughs> て確かに優ちゃんは紫やしねゆうみさんも紫にされるんかな <laughs> 目立つ色が増えてきたそれ n マジでカラフルになるよレインボーチーム <laughs> おもろい <laughs> イメージカラーのパイオニアはるちゃんええー、そんな嬉しいですねそんなパイオニアになれるなんて <laughs> 嬉しいこんばんはちーちゃんこんばんはありがとうございます カラフルな劇場も綺麗でいいね,ね。見てみたいです。n で虹の作り方歌を <laughs> 確かに <laughs>。合ってるかも <laughs>。めっちゃおもろいやん <laughs>。おもろそう。虹に,になるー <laughs> 言う<っ>て <laughs>。楽しそう！ ちゃん久しぶりコロナ感染してしまったあら早く直してハルちゃんに会いに行きたいあーゆっちゃんお大事に気をつけ気をつけなんて言ったらいいのでもはね一回なったからもうわかるからお大事に今はゆっくりしてまた会いに来てね待ってるん <laughs> はるちゃんの雑誌でたくさん見れて嬉しい嬉しいそう言ってもらえてそうなんかここ最近ちょっとまあ、ちょっとっていうか、まあ、あの 2, 2, 2冊2冊 <laughs> 立て続けにねグラビアさせていただいたりとかそうなのよ <laughs> オフショットとか届いてんのかなもう場面一応送ったけどもうほんまにまだまだあるんですよ今回マネージャーさんがめっちゃ撮ってくださってて <laughs>。 なんかもう恥ずかしいぐらいいっぱいある <laughs> またなんか思い出した時に送るわ <laughs> そうあみんなみんな気をつけてなまあ体調はるかもやけど。 ねえ今また大変になってきてるからねえまだまだおくりゅうおく,おくりゅうやで <laughs> やば <laughs> しゃべれてない送 <laughs> るね <laughs> おく,おくりゅうって言っちゃった何語 <laughs> あ届いてよかった届いてた <laughs> どっちもまだあ流れたどっちもまだ手元にゲットできてないとか言えない声あもうそれはもうるのの誕生日の冊ゲットすす系です <laughs> もうこれはあれやねちゃんとどっちも630冊やね。<laughs> グラビアの時の時雰囲気も新鮮で可愛いほんまグラビはねちょっとなんか今回は特にどっちもなんか大人っぽい感じを頑張ったんですけど大人 <laughs> まあもう二十歳から大人なんですけどできてるかはわからない <laughs> もう顔がさあの、まあ、特に今みたいなメイクしてないから余計に幼くて。 大丈夫かなって思ってる <laughs> グラビアのはるちゃん色気ある島嬢さんほんまーもうほんまに顔がもう幼いので「奥流」って笑,<笑>,笑昨日の下手な夢も可愛かったいじってるやん <laughs> いじ 出るやんか。<laughs> お話し会で感想伝えてああ待ってる覚えといてな <laughs> 覚えといてねこんばんはタッキーさんこうちゃんこんばんはありがとう <laughs> みんなめっちゃいじってくるやん噛んだこと <laughs> 初見ですマカロンさんありがとうございますなんで来てくれたんですかマカロン大好きです <laughs> 突然 <laughs> マカロン大好物です最近は最近ではお誕生日の時に食べました誕生日ケーキは2年連続で違う2年連続じゃないわ去年はあのね可愛い,いオレンジのケーキを あの家族が用意してくれたんやけどおとどしかおとどしと今年はあのケーキの代わりにマカロン詰め合わせ <laughs> 独特やろ独特変わってるこんばんはグッチさんこんばんはありがとうございますマカロンって結局何味が好きええー、そんなん決められへん <laughs> ショコラも美味しいしなんかニューヨークチーズケーキとかも好きやし意外とって言おうとしたら意外なんか分からんけどバニラも好きやし結構ストロベリーも好きやしピスタチオも絶対捨てられへんしキャラメルもやし <laughs> あかんわもう全部ですね。 マカロンというものが好きこの間でもなんかあのそのお誕生日の時の詰め,詰め合わせの時にあの入ってたんやけどマカロンでみたらし味みたらし団子味みたいなのがあって初めて食べたんやけどなんかめっちゃおいしかった <laughs> まさかの和菓子と洋菓子のコラボレーションでした 美味しかったマカロンちゃんと食べたことないかも嘘でもなんかマカロンね何気に好き嫌い分かれるかもママはあんま好きじゃないって言ってたそう意外とね好き嫌い分かれるらしい <laughs> そう幸せそうね笑顔で笑う いや,やっぱ好きなものをね話してる時はもうやっぱ幸せな気持ちになりますねやっぱマカロンを思い浮かべただけでも幸せな気持ちになります <laughs> 桃味はあるのえ食べたことないかも見たことないなまだ出会ったことない31で好きなアイスのフレーバーはポッピングシャワー即答 <laughs> でも他にも あの何だっけラブポーション31とかキャラメルリボンとか好きですねもうでも甘々系が大好きやっぱり甘党なんよなほんまにじゃあ私も今月誕生日だからマカロン食べようあう一緒にお祝いしよう <laughs> マカロンで <laughs> 意外にいいお値段するんよなマカロンそれなだからマカロンはもう本当になんか まあお祝いの時とか頑張った時にしか食べれないのであのめちゃめちゃ一つ一つを大切に食べてます <laughs> そうそんな感じそんな春ちゃん見てると幸せよほんまこんなこんな,なんかめっちゃマカロンな話しちゃって。 はるちゃんが好きならたくさん買ってあげたいわ優しい待ってます <laughs> 無理、無理なのね無理なのにね、そんなそんな待ってますとか言っちゃうダメですよねはるちゃんの話してるときめっちゃ笑顔だよって言われてええー、嬉しいそれはもうキュン嬉しい 食と笑ラブポーション美味しいよなキャラメルもな美味しいよなね美味しいですよねチョコチップクッキーあーいいね好きスタバのほうじてフレペチーノ飲んだまだ飲んでない最近ねちょっとスタバねちょっとほんまに少しなんですけど我慢しててそうやっぱねスタバ毎日飲んでたらね太るってことに気づいた 遅い <laughs> 遅いんやけどやっと気づいてそうちょっとねちょっと一旦やめてるんですよ。そそれこそこないですかだからそれまでにちょっと一旦一旦ちょっと我慢しようと思って我慢してみたら結構いい感じになったから「やっぱスタバスタバだ!」って <laughs> なって。 ちょっと今ねめっちゃ飲みたいんやけどそうちょっと一旦我慢しとるんです悲しい <laughs> そう俺も一週間くらい我慢してるあっ一緒やね一緒だ知らんかった教えてくれたり教えてくれたありがとうって何 <laughs> おもろいそうだからでもなんかみんなが 時々あのツイッターに「はるかつ言うてスタッフの桃とか飲んでるの,あの写真とか上げてくれるじゃないですかあれ見ていいなって思いながらもなんか「はるかの分まで飲んでくれてる」って <laughs> <laughs> 思いますそう <laughs> そうなの <laughs> いいところに気がついたいやそうなんよねちょっと遅かったんですけど」 そうだから一旦一旦やめてるそんなに変わるよね結構変わる結構変わるなんかご飯食べないとかよりも変わると思う、えー、いつまでかなもうちょっともうちょっと <laughs> もうちょっとね もうちょっと <laughs> もうちょっとしか言われアメリカンワッフル食べちゃったかわいい <laughs> 見た大好きなやつって思いながらいいよな桃のフラペチーノ飲めたそれは飲めたでも、まあ、1回1回しか飲んでないですもっといっぱい飲みたかった おはツイッター毎日見てます <laughs> 千春さん嬉しい <laughs> はるかのめちゃめちゃ語呂悪いおはなんとかかんとかのやつ使ってくれてる <laughs> かわいいありがとうそうおはおはツイートあるじゃないですか最近あのめっちゃ語呂悪いなんかよくわからんめっちゃ無理やりつなげてるおはツイートあれ心身にバレてて <laughs> こなないだんかなんでその話になったか忘れたけどしんちゃんから「えなんかはるちゃんさ最近おはようツイートめっちゃなんか無理やりじゃない?」って <laughs> 言われたのめっちゃおもろかった <laughs> メンバーにバレてたちょっと恥ずかしかったそれでもやめないですけど <laughs> 全然やめてないけどそう 無理やり感好き語呂悪いって分かってたやん無理あれはわざとですよ写真について言うっていうそう姉貴 <laughs> う姉貴感なさすぎてめっちゃおもろいんやけど姉貴そうそうしん,しんしん姉貴です姉芯 <laughs> 姉芯っておかしい <laughs> 姉芯芯そう ごろ悪いやつ <laughs> 何気に毎日楽しみにしてるよ優しいそうなんよ姉心笑姉心 <laughs> <laughs> むきたまごちゃんそうむきたまごちゃんお暑いと好きやけど嬉しいなみんなみんなそんなん言ってくれて。 n m b 4とチーム N めっちゃ推してますええー、嬉しいレオパージュ見てユーミンさんとはるちゃん好きになりましたわっありがとうございますレオパから見てくださってるんですかわわもうそれはぜひまた N 公演来てください <laughs> お初いいとね 時々おはまるも入れつつなんかしようかなと思ってるはるかがもうこれ以上絞り出せないってなるまで <laughs> もう変わってたらもう何日間かおはまるがまた続いた時はもうあはるちゃんもう絞れない絞り出せないんだなって思っといてください <laughs> ねっ 思っといてください。もう四十分か。じゃあそろそろ終わりたいと思います。ちょっとインスタもね今日更新したいので、そろそろ終わります。なので、えー、久々すぎてわからなくなっちゃった。 今日も久しぶりにします。1位の方とラッキーさんにはるかから感謝の気持ちをプレゼントということで言葉のプレゼントさせてもらいます。はい、<laughs> ではでは早速ランキング読みますね。<laughs> いきます。13位佐藤さんありがとうございます。12位味方町ありがとうございます。11位おりちゃんありがとうございます。10位村っちありがとうございます。9位ポンズさんありがとうございます。 8位、風船うさぎさん、ありがとうございます。7位、翔ちゃんだワン、ありがとうございます。六位、ヒデさん、ありがとうございます。5位、フレンドちゃん、ありがとうございます。4位、トクちゃん、ありがとうございます。3位はるひさ、はるひささん、ありがとうございます。2位、ケビンさん、ありがとうございます。そして1位が、シム、ありがとうございます。ではでは、早速、今日のラッキーさん、決めます。今日のラッキーさんは。 この方じゃんお !9 位ボンズさんいますか9 9呼び捨てでもいいよ春久じゃあ春久って呼びます <laughs> 優しいハルクが噛んだから <laughs> 優しいあいたおめでとうございます3の倍数出た 出た3に3に繋がるやつ <laughs> なんか最近今日もそういう場面があったんですけどお仕事の時になんか。 文字を書かないといけないっていう時になんか <laughs> まあ自分のね名前とかをみんなそれぞれに書くじゃないですか。その時にパッて隣のメンバーの字,文字とかを見た時にめっちゃ大人な文字のメンバーが多くてなんか自分の字がすごい恥ずかしくなるんです最近 <laughs>。 めっちゃはずい丸字すぎるからもう子供の文字でマジではずいんやけど <laughs> はいそんなちょっと恥ずかしい字なんですけど <laughs> 今日のラッキーさんはポンズさんおめでとうございますあ <laughs> んまはずいよね最近なんかあんま何とも思ったことなかったんやけど <laughs> みんなみんなや大丈夫って「好き」って書いてくれ優しい。 <laughs> じゃあ何番がいいですかそハルチのサダのハルカってけほんまーめっちゃマルチなんよほんまにハルちゃんのサダ激 <laughs> ずっと言ってくれてるようなめっちゃ恥ずかしいめっちゃ子供なんよお任せでおなげました喋 <laughs> られんかった <laughs> お願いします <laughs> 了解ですあかんわ今日も喋られへん日です <laughs> じゃあ行きます決めた行きますよなあなあすぐに会いたくなるねんずっとポンズさんのそばにいたいんよ分かってはいありがとうございます <laughs> 噛みまくり」って書かれてる <laughs> ねえほんまに誰やそんな噛みまくりな人。 三番にしましたじゃあ続いて今日の一位のしむありがとうございますじゃあ何番がいいですか初見ですまりもさんありがとうございます嬉しいなんで来てくれたんですか嬉しい。 ありがとうおまかせでおおおまかせオッケーじゃあ電話持っていただいていいですか久々ぞよぞねじゃあ行きますよオッケーかな行きますよもしもし電話してごめんなどうしても声聞きたかってシムギュッてして はいありがとうございますめっちゃ久々全然やってなかった4番 <laughs> ありがとうございます糸電話しかない糸電話懐かしいちっちゃい時作っとったわなんか家で <laughs> めっちゃ長いやつ作ってなんか絡まっとったわなんか糸。 ありがとうございます。ではでは、えー、今日スペシャルギフトをださった新地チー村っち味方町サカさん中小原さん佐藤さんナッチさんシム翔ちゃんだワンケビンさん風船うさぎさん広蔵さんおりちゃんフレンドちゃんうん <laughs> 味方町 ヒデさん、フーニャ、バタヤンさん、とくちゃん、ナッチさん、風船うさウサギさん、ヤブちゃん、ゆりリ,リン。かな、呼ばれてないよって方いるかな、大丈夫ですかね。大丈夫かな。 ありがとうございますということで今日はちょっといつもより短めなんですけどごめんねでも今日はなんか久々にお家で話せて嬉しかったですやっぱなんか違いますねゆったりできる <laughs> なんか心が落ち着きますより本当にありがとうございますじゃみんなもちょっと体調には一緒に気をつけて頑張ろうね ブログできたもうブログは書いておりますあとは送るだけなんでブログも待っててくださいあとはあの今からインスタも更新するので今日はどんなコーデなのかぜひチェックしてくださいそれではそれでは本当にありがとうございましたあ明後日に5日にあのおかわりコント学園さんに出演させていただくので ぜひあの見ていただけると嬉しいなと思います。まああのブログとかにもまた明日後ほど書くんですけど、ぜひチェックよろしくお願いします。本当にありがとうございました。またね。おやすみなさい。